このままじゃあコロナが仮にもう1年2年続いた時に自分がここに入れるのかなっていうのを考える時に、いや多分このままいても多分続かないだろうなって自分自身思ってて、なんでもう思い切ってやめますっていう、辞表というか出して、次に進んだ感じですね。新型コロナウイルス感染症。2019年12月、中国で1人目の感染者が報告されてから瞬く間に世界に広がり、ここ日本でも流行。2022年現在、復調の兆しが見えているものの、その影響を受けている人々は後を絶たない。お願いします。今回取材するのはこちらの青年。彼もまた新型コロナウイルス感染症の影響を受けた一人です。今からどちら行きます？ちょっとホストクラブの方に行きます。彼の名前はレノン。歌舞伎町で働くホストです。ホスト歴が約、10ヶ月目ですかね。はい。今、最高は5位ですね。そこから先に行きたい。そうですね、一つでも上行きたいですし、そうですね、行けるなら今月そうですね、取れるなら取りたいですね。ホストクラブの特徴でもあるナンバー制度。月間の売り上げが高い順に順位がつけられ、現在レノンは最高5位、1位を目指しながら日々奮闘中だといいます。そんな彼ですが、10ヶ月前まではホストとは全く異なる仕事をしていました。場所は羽田空港、付近で、時間がそれこそ朝の早朝5時から昼のだいたい15時とかで、夜だと、夜9時から朝の9時とか、某大手航空会社で働いてて、そうですね、営業職やらせてましたんで。行ったら貨物の営業職っていうんですけど、簡単に言うとその代理店さんと挟んで、いくらで交渉して、でそれを貨物に乗っけますよ、飛行機に乗っけますよっていうのをやってましたね。レノンは大手航空会社で空の物流を支えていました。それってどういったきっかけで働こうと思ったんですか？結構両親とかとは小さい時沖縄ばっか行ってて、そこもその自分が働いたとこも使ってたりしたんで、そのはあったかもしれないですけど、もう就職しなきゃいけない時に、なんかかっこいいのないかなと思って、航空業界でなんか働いてみたいなってパッて思いつきで、たまたま行ったら、受かったって感じだったんで、ラッキーっちゃラッキーで、そうですね、働きましたね。ご両親はどういった反応でした？そうですね、最終、とりあえず安心というか、就職できてよかったねって感じでしたね、最初は。はい。じゃあ新卒1年目でなんかその楽しかったことじゃないですか？それこそ結構上司の方とかはよくしてもらってて、それこそ飲み連れてってもらって、ご飯とか結構ほぼ毎日のようにしてたんで、そういう意味ではすごい感謝してますね。逆にきつかったこと？きつかったのは時間が、それこそ先ほども言ったシフト制だったんで、起きる時間も違えば働く時間も違うんで、そこの体の体調の部分がすごいあれでしたね。やりがいはありましたね、すごい。はい。何気ないきっかけから大手航空会社で働き始めたレノン。親御さんも安心していたと当時を振り返ります。そして普通の社会人1年目を過ごし、2年3年と働こうとしていたその矢先でした。コロナ直撃してて、便が減ってしまい、言ったら食というか仕事量も減ってしまってて、周りのそれこそ先輩上司も結構困ってて、便が飛ばなければそもそも貨物も運べない、で仕事もない、どうするってなって、結構それこそ転職考える人も多くなったり、でも上の人は役職があるんで辞めるに辞めらんないみたいな状況があって、僕は言ったらもうまだ言ったら PayPay だったんで、まだどっちも選べるような状況で、結構でも上の人からもどうするっていう話は出てて、大幅な減便を余儀なくされた航空会社。同時に働く人の仕事がなくなりました。そして身体が問われる中、レノンは当時の心境をこう語る。逆になんかあんま重く捉えてなくて、もうなったものはしょうがないじゃないですけど、コロナも別になんていうんですかね、まあ、自然というかもうウイルスなんで、もうそうなってしまったのはしょうがないと思ったんで、もう次に切り替えようじゃないですけど。将来を悲観することなく前向きに捉えていたレノン。そして彼は決心しました。このままじゃあコロナが仮にもう1年2年続いた時に自分がここに入れるのかなっていうのを考える時に、いや多分このままいても多分続かないだろうなって自分自身思ってて、なんでもう思い切ってやめますっていう、まあ、辞表というか出して、まあ、次に進んだ感じですね。次の仕事探そうってなったと思うんですけど、はい、その時にまず最初にその興味を持った仕事って何ですか？あ、もうそれこそもう夜食でしたね。もう夜しかないっていう、もう頭になっちゃいましたね。もう昼じゃないと思っちゃいました。それはどういった理由ですか？いや、もともとそれこそホスト TV って言って、まあ、いろんなホストさんが映ってる、まあなんですかね、まあ、YouTube 見てたんですけど、学生ぐらいが見てたんですけど、楽しそうだなみたいな。ただちょっと俺には向いてないじゃないですけど、そういうなんだろうな、環境にいないなと思って、まあ、諦めたとこもあって、ただ昼食やめた時にパッてまたその出てきたんですよ、たまたまトップに。で見たら、うわめっちゃ楽しそうだなと思って、それがきっかけでやりたいなと思いましたね。もともと興味はあったものの、まあなんか行動する理由付けがなかったというか、コロナがあって、うわダメだこのままじゃと思って、もうホストってなっちゃいましたね、頭の中で。はい。大手航空会社を退職後、レノンが目指した先はホストクラブでした。現在レノンが働くホストクラブの内勤さんに当時の状況を聞くことができました。コロナ禍において、はい、はい、従業員の応募っていかがでしたか？そうですね、コロナ始まった頃、もう2年ぐらい前ですか、もう4月ぐらいですかね。あの時はもう営業もしてなくて、実際応募も全然なかった時期はありましたね。だんだんコロナも落ち着いてというか、世間にも慣れてきての時からの従業員の方です。そのコロナがまあ終わりかけてはいるんですけど、職業によっては結構その尾を引いてるっていうんですか、で仕事をちょっと変えたいとか言ってくる人は結構増えましたね。むしろ人数的にはそのコロナ禍の時より全然今増えてる感じです。それってなんで増えてるかみたいな、そのコロナ前っていうのは理由って大体自分の中で何か変えたいとか、まあお金稼ぎたいとかが大半でしたけど、やっぱコロナ始まってからはそのコロナがきっかけで仕事を変えたいっていう、こういう仕事をやりたいという人が増えた印象はありました。この日もまた一人青年が面接に来ていました。なんでホストをやろうと思ったのかな。今飲食業をしてるんだけど、それがちょっと今コロナの影響で、今回復にはあるんですけど、まあ、いつまたコロナがホストになるにあたって不安とかはありますか？そうですね、まあ、もちろんあるんですけど、まあ、一番やっぱり新しいことしたい、このきっかけに何か新しいことしたいということでホストになります。コロナがきっかけでホストになりたいという青年、レノンもまたその一人であった。昼食から夜の街に出るということで、はい、やっぱり不安はもちろんありましたし、まあ、入ってみたらそれこそなんだろうな、より期待というか、ここで売れてやるぞっていうのはすごいあったんで、まあ、結果として入ってよかったですね。入店してすぐはなかなかうまくいかないこともあったそうだが、最近ではランクの同じホスト同士で対決するイベントで堂々の1位、さらに自身のバースデーイベントを成功させるなど飛躍中である。まあ徐々にではありますけど、まあ、結果がついてきて、まあ、もちろんまだまだですけど、今その目標もありますし、まあ、やっぱり一番の今の目標としてはやっぱ先輩を、ね、超えて、やっぱお店でナンバーを取りたいんで、まあ、それに向けて。頑張りたい気持ちと、あとはそうですね、もうお客様がいて、まあ、やっぱ自分がいるんで、まあ、そこはもうそうですね、まあ、顧客数だったりとかも増やさないといけないんで、まあ、やることいっぱいありますけど、まあ、これからも、まあ、頑張りたいと思います。コーナーがなかったら、もしかしたらホストは多分やってなかったかもしれないんで、まあ、そういう意味ではそうですね、大きな変化というかがあったおかげで今がありますね。新型コロナウイルス感染症によって変化を強いられた人々。しかし彼は変化をプラスに捉えて、今日も夜の世界で生きていく。